後でご飯を食べに行こうぜ。それからノア、どこから出てきたんだよ。見ての通りここに座って推理していただけだが、ずっと姿が見えないと思ってたら急にここで考え込んでるなんておかしすぎるだろう。今までどこにいたんだよ。おい、なんで無視するんだよ。聞く前に頭を使っていなかったようだから考える時間をやってるんだ。お前なんも頭きたぞ。絶対に変なあだ名をつけてやる。ダメだ、思い浮かばない。こいつこれといった特徴がないからつけるのが難しいんだよな。君たちは最初から最後まで俺が村から離れたなどとは聞いていないだろう。ならばおのずと村で調査をしていたのがわからないか。話を戻そう。君たちはアール村を離れて調査を続けたいと思っている。そうだな。おう、ここにいてもこれ以上手がかりはなさそうだし外に行った方がいいと思うんだ。なんでまた黙り込むんだよ。いや、君たちのもう一人の同行者に驚いたんだ。アルハイゼン、アール村に来てから何の役にも立てなかったお前が俺たちの行動を疑うのか。そうだそうだ、これが冷やかしってやつか。君たちが調査をしている間に俺も自分の仕事を終わらせていた。本当か、信じられないぜ。正直言って俺たちは一つの団体とは言えない。故に俺の行動を君たちに伝える義務はないはずだ。さらに別れて動いたおかげで君たちが見逃した重要な手がかりを俺が発見できるという利点もあった。え、村に手がかりがあったのか。そうだ。どんな内容なんだ。これからある人に会わせに行く。だがその前に相手の立場について理解してもらう必要がある。立場？アール村の人々は俺たちが今やっていることをどのように感じていると思う。言葉を変えよう。君たちが調査で得た情報は果たして全て真実だったのだろうか。それってオイラたちを騙してる人がいるってことか。隠蔽イコール欺瞞というわけではない。ここの人々にもそれぞれ自分の立場があるんだ。キャンディスの言っていた通り、アール村の人々はスメールが誰によって掌握されるかなど気にしてはいない。スカーレット・キングだろうが宗神だろうが彼らにとって何ら重要ではない。皆自らの災難の中に生きているんだ。だから彼らは全ての情報をさらけ出すようなことはしない。これこそ君たちが村に手がかりがないと思ってしまった要因だろう。気づいてくれたようで何よりだ。君と話をした者の中に情報を意図的に隠した者がいる。実際彼女は終始君たち外部の者の一挙一動に注意を向けていた。なぜなら安定した暮らしを送りたい者にとって外的要素は変数となりうるからだ。はあ、なんて迫力のある目力。あなたとっても喧嘩が強い系の人でしょ。話をそらすな。彼女はセノの身分と武力に恐れを抱いているように見えた。そうだったね。グラマー、いや驚学者か。わざと言い換えたのは村にスカーレット・キングの忠実な支持者がいることを知っているからだ。グラマパラに親しげな言い方をすれば
過激派のターゲットにされやすくなる恐れがある。最後にあの人たちを見たのは5日くらい前だったかも。私寝るのが早くて夜のことはほとんど知らないんだよね。覚えているか、自分が夜の状況を知らないことを彼女はわざわざ強調しただろう。でもあの人たちのことは結構好きだよ。精神状態はちょっと変かもしれないけど、前に助けてくれたことがあるから。あの人たちがいなかったら私の家も崩れてたかもしれない。これについてはすでに村長に確認を取っているんだが、彼女の言ったグラマパラがアール村を守った件は深夜に発生したものだ。つまり彼女は当時眠ってなんかいなかった。でもどうして嘘なんかつく必要があるんだ。外部から来たものと関われば何かしら狙われる可能性が出てきてしまう。なぜそこまで気にするかについては本人に直接聞いた方が早いだろう。待て、俺は行かない。今の話からすると彼女は俺を恐れているようだ。だからお前に任せた。おう、任せとけ。シャニさん、前に言っていた通り助っ人を連れてきた。アルハイゼンさん、あなたの立場はもう分かったよ。でもそちらのお友達さんは本当にあなたと同じ立場なの？ん？どういう意味だ？オイラたち立場を表明しなくちゃいけないのか？直接聞けば答えが返ってくるはずだ。さあ彼女の信頼を勝ち取ってくれ。そんなに簡単に行くもんかよ。ね、旅人さんって呼んでもいい？旅人さん、こんにちは。一つ質問してもいいかな？あなたはスカーレットキングの復活がスメールに転機をもたらすと思う？どうして？あなたの意見はキャンディスさんとすごく似てるね。あなたたちが友達だってのは知ってるよ。だからこそ警戒はしても話をするのには同意したの。昔だったらこんな質問は怖くてとてもできなかったと思うよ。旅人さん、あなたはスメールでの私たちの生活が良くなると思う？そうだな。オイラたちは他の国から来たし、あんまり信じられないのも無理ないと思う。それどころかどこの国の住民とも言えないしな。でもオイラたちはいろんな場所でいろんな人にたくさん会って守ろうと決めた者のために戦ってきたんだ。スメールにだってオイラたちの友達はいるんだぜ。それにオイラたちにはやりたいこともあるし、探したい人もいる。だからオイラとこいつはここにとどまってるんだ。私あなたたちの話を信じようと思う。ごめんね、尋問みたいな言い方しちゃって。正直あなたたちが私のところに情報を聞きに来るとは思わなかったからびっくりしちゃったの。アルハイゼンもお前に事情があるって言ってたし、オイラたちも分かってる。だから謝る必要なんかないぞ。本当のことを言うと、私実は砂漠の民とそうじゃない人とのハーフなの。もしかしたらスメールじゃ一番歓迎されない部類の人間かもね。送信を信じる人もいればスカーレットキングを信じる人もいる。でも私はそのどちらでもない。だから両方の人々にとって私は余計な存在なんだ。そういえば過激派のやつら裏切り者が嫌いだって言ってたよな。もしかしてハーフも裏切り者に見なされちゃうのか？そうだよ。血統と信仰は時にとても窮屈な概念になる。
私が何を言おうと、どんな態度を示そうと、別の意図があるみたいに思われちゃうの。それが積み重なって、やがて私は何も言わないようになった。聞こえないふりして、見ないふりして、ただ静かに暮らしていけばいいって。でもその後、不幸な出来事が起こった。こんな私を助けてくれたグラマパラが謎の失踪を遂げたのに、私このことを誰にも言えなかった。今日までは。彼女たちになら告げても構わないだろう。この二人なら秘密を守ってくれるはずだ。わかった。じゃあアルハイゼンさんに伝えたこと、あなたたちにも言うね。実は私の耳は普通の人よりも良くて、時々夜に変な鳴き声を聞いたりするんだ。うえ、お化けか。それもあるかも。私にもよくわからないけど、あれは確かに鳴き声だった。すごく遠くから聞こえて、でも強い感情を感じたの。前は鳴き声がすごくて頻度も多かったけど、あなたたちが村に来てからは声が小さくなって回数も減ったんだ。集中してやっとかすかに聞こえるくらいになったの。それについては村の宿直にも確認した。彼らの中にも耳がいい者がいて、そのような声を聞いたことがあるらしい。だがここは砂漠だ。幽霊というより彼は獣の咆哮する声だと考えていたようだな。この近くで思い当たる場所はないけど、実は村からそう遠くない場所に病院があるの。あそこではマリン病の治療を行っていたようだ。すでに廃院となって何年か経っている。おお、今すぐ出発だ。ここか。完全に廃れてるし、ボロボロだ。ほとんど砂しかないぞ。誰もいない病院、失踪者を隠すには最適だな。はあ、思ったより平気だったな。めちゃくちゃ強い盗賊とか、家よりもでっかい敵が空から降ってくるみたいな。イヒヒ。あいつ真面目だな。オイラたちも負けちゃいられないぜ。これか。うわ、入って確かめよう。急ぐ必要はない。シャには夜に鳴き声を聞いたと言っていた。もう少し待とう。それまで少しばかり休む。こいつ当たり前のように座り込んだぞ。本まで開き始めた。何読んでるんだ。オイラにも見せてくれよ。いいだろう。あるべき場所と強制運動に相対する自然運動。それぞれ向かう位置はすべて自然な傾向。どうしてそうぎこちなく読む。オイラ諦めたぜ。ゆっくり読んでくれ。じゃあな。あいつって本当に余裕なんだな。こんなところであんな難
難しい本を読み始めるなんて。オイラが学んでお前に何の得があるんだよ。いつからお前は勉強を固くなに進めるひどい大人になったんだ。ねえ、なんでそうなるんだよ。お前がオイラを養ってくれよ。あ、確かに、そうだな。じゃあ、ありがとな。ずっと頑張って働いて、お金を稼いで、オイラを養ってきてくれた。お前がいなけりゃ、オイラはまだ漂流してたかもな。本当にありがとう。おいら寝ちゃいそうだぞ。何の音だ？来たか。あちらの方向からだ。音の出所はここなのか？でも何もないみたいだぞ。下だ。でも下には行けないぞ。どうやら仕掛けがあるようだな。やはり建物に隠された構造があった。下にもう一個病院が隠されてたみたいだな。まだ他にも解いてない仕掛けがあるみたいだから引き続き調べようぜ。あ、見ろ、あっちに人がいるぞ。そうだな、ゆっくり行こうぜ。驚かさないように。君は？全く喋れないみたいだぞ。目つきも定まってない。でもまだおじいちゃんっていう年じゃなさそうだよな。あたりにはこいつしかいないのか？まさかこんなところで会えるとはな。知ってるのか？この人の名はラザック。俺の教令院での先輩だよ。こいつも学者だったのか。森でおかしな修行をする人たちと同じなのか？いや、そこが問題なんだ。ラザックは他の学者とは違い、一度も森で修行なんかしたことがないはずだ。ましてや原因はともかく、こいつが一人でここに現れたということは、俺たちは一歩遅かったということだ。相手はすでに人員を撤退させたらしい。ラザックについては、おそらく何らかの理由でここに残されたか、あるいは単純に間に合わなかったのだろう。地面に引きずった痕跡があるな。門に近い場所ほど溝が深くなっている。つまり誰かが重い荷物の乗った荷車を力ずくで引っ張ったということだ。もしかして乗ってたのって人か？その可能性は否定できない。追いつかれることを恐れ急いで離れたのか、ラザックが置き去りにされていることにも気づかなかったのかもしれない。完全に噛み合った。彼そのものが証拠と言えるだろう。それってどういう意味だ？以前オルモス港で見たことを思い出すといい。この状態になった人間をどこかで見たと思わないか？
そう言われてみると反応が全く同じだぞ。そうだ、凶霊院こそ全ての黒幕。奴らの行動ロジックを推測するのも難しくはない。当初凶霊院はスカーレットキング復活の偽情報を流し、グラマパラ、つまりアール村に追放された驚愕者が鍵を握る存在であることを強調した。このことは各地の過激派への刺激となった。そのうちアール村にいた者たちは直ちに行動を開始し、密かに驚愕者たちの身柄を凶霊院に渡す手助けをした。奴らがこのデマを流した理由、その一つはできる限り多くの過激派を動員するため。そしてもう一つはこの件のリスクを全てスカーレットキングの信徒に負わせるため。スカーレットキングが没してから多くの年月が経った今、砂漠の民はいい暮らしができていない。彼らの感情はまるで砂漠にある火薬箱のようで、起爆させるのは非常にたやすい。そしてこれらの感情的な人々を利用することは暴れ馬を野に放つことと同じ。これほど簡単なやり方はない。たとえ事故が起きても罪に問われるのはスカーレットキングの信徒のみ。表面上はただの信仰問題が引き起こした問題であり、裏を覗き見ようとしたところで民族間のいさかいだとしか思えないだろう。誰も凶霊院がやったなどとは思わない。とてもシンプルな方法ではあるが、なるほど、確かに現在のスメールでは非常に効率的だ。そうだったのか、納得だ。それなら村長の推理とも合うぞ。でももう一つ大きな疑問があるんだ。学者たちをアール村に送り込んだのって凶霊院なんだろ？なんで今さら連れ戻すんだ？この過程において変化しているものがある。学者の身分だ。最初は学者、次に強者、さらには追放者となり、最後は失踪者となる。追放された驚愕者は人間であることに変わりないが、失踪者となると難しい話になる。特定の人物を見つけられない場合、その人の身に何が起こったのかを判断することもできない。言い換えれば、失踪者は理想的な資源になりうるんだ。資源？あいつらに何か使い道があるのか？一つの可能性として、失踪者の頭脳は缶詰知識の抽出に使われるのかもしれない。え？あれって人の脳みそから抽出したものだったのか？スメール凶霊院の技術なら可能だ。もしかするとこれが原因で彼らは苦痛を感じ、夜中に誰もいない場所で泣いていたのかもしれないな。人の脳みそ、考えたくない。すごく怖いぞ。俺はこれでも凶霊院の書記官だ。そういった研究プロジェクトにも立ち会ったことがある。とにかくラザックの症状は神の缶詰知識を抽出する過程で何らかのエラーが起こった結果のものかもしれない。または彼自身が好奇心に駆られてあれらの知識を使ったかだ。おいら分からなくなってきた。どんなやつの脳みそでもいいのか。その表情からして思いついたようだな。いかにも一部の学者にとって神の知識に触れることは生涯の目標だ。缶詰知識の抽出はその過激な手段の一つに過ぎない。俺が知りたいのは神に関する知識が一体何をもたらすのかだ。凶霊院がいかなる代償を払ってでも追い求めようとしている禁忌とも呼べるそれは最終的に何に使われる。俺も神の缶詰知識の内容分析にはかなりの労力を費やしたが、
大きな収穫は得られなかった。どうやら俺は奴らと思考がだいぶ違っているらしい。アルハイゼン、お前はその禁忌を手に入れたいとは思わないのか？学者なら誰でも知識の限界を追求しようとするのは当然のこと。しかしあいにく俺は元から神には興味がないんだ。熱狂的な態度を示すことはどうしたってできない。人を命なき者のように扱い知識を搾取する。これが奴らの言う学術の進展なら、教令院はいっそのこと閉鎖した方がマシだろうな。お前はこのことにすごく反対してるみたいだな。当然だ。これは俺の規則に対する認知に反している。学術、知識、その全てには境界線がある。これを超えると全てを動かす規則や秩序は破壊されてしまう。これは本にある誤字と同じで正さなければならないことだ。待てよ、お前はあの人たちがかわいそうだから助けるんじゃないのか？悪いが、それほど俺は暇じゃない。かわいそうな人間ならスメールには5万といる。ましてやテイワット規模で考えればそれはさらに増え、とてつもない数になる。その全てを助けるつもりか？それは無理だな。おいらにもわからない。そう思ってくれていい。簡潔に言えば俺は力や英雄主義を盲信していない。ただしたいことをするだけだ。神の缶詰知識は確かに俺が徹底的に調べたい問題だ。だからといって見ず知らずの者の利益のために行動するつもりもない。さっきから言いたかったんだけど、教令院にいっぱいいる悪い奴らとお前は違うぞ。お前は教令院の変人だ。そうかもしれないな。だが人と違っているというこの感覚は嫌いじゃない。特別であることもある種の財産だと思わないか？なんだかすごく前向きなんだな。ちょっと感心したぞ。シャにもお前みたいだったらあんなにビクビク生きなくて済んだかもな。ただ俺の気質が彼女よりも優れていただけだ。お前が気にする必要はない。ここに残せばそれこそ行く先は死のみだ。連れて行こう。まずはアール村に戻り次の計画を立てるんだ。ただいま。お疲れ様です。お水をどうぞ。状況は？あら、この方は。残念だがこいつはイザークの祖父には若すぎるな。だが俺たちが探していた対象の一人だ。つまりあの放棄されたマリン病の病院はかつて教令院が神の缶詰知識抽出のために使っていた拠点だったということか？大体そういうことだな。この計画は俺たちがアール村へ来る前にすでにあったものだろう。何せ神の缶詰知識は最近初めて流行し始めたわけじゃない。それなのに俺たちがアール村に近づいた途端、奴らはまるで俺たちの接近を知っていたかのように撤退した。なぜだ？確かになんでだろうな。こういう状況の時は大体あれがいるものです。内通者。我々の中の誰かが相手と連絡を取っていた可能性があります。え、オイラたちの関係ってそんな上辺だけのものだったのかよ。どうやら
君たちはまだ問題に気づかないらしい。セノ、彼らが俺たちの行動を予測できたのは君がいたからだ。おい、それってどういう意味だ？発言には気をつけろ。さもなければ容赦しない。合理的な推測に過ぎない。俺にはその理由がある。つまり瀬野さんが内通者であると。面白いですね。私はあなたが一番怪しいと思っていましたよ。何せいつも単独行動をされていましたから。その見方も一理あるが、さっき病院から戻る途中、あることを思い出したんだ。それは瀬野が俺たちと違うという点だ。何が言いたいんだ？君は自分が何者か忘れたのか、大マハマトラ。君は教令院のマハマトラで、いつも多くの情報を握っていた。誰が何をしたか、どんな汚点があるのか、そういうことを知ってこそ君は相手に手出しができた。言い換えれば、教令院はずっと君に特殊な情報ルートを提供していたんだろう。奴らのこれまでのやり方から見て、君を警戒しないとでも思うか？凶悪な狼を飼うときは、おのずと噛まれない方法も掌握するものだ。教令員は、俺の行動を監視していたのか？それほど簡単な話じゃない。教令員は、スメールのすべてを監視している。だが、とりわけ君に対しては、特殊な手段があるのだろう。一定の期間ごとに人々はジュニアーナガルバの日を迎える。この日、教令員は缶詰知識を通してアーカー社に情報を入力するんだ。ある時、俺は捜査隊で分厚いノートを見つけた。その内容は大マハマトラセノの行動報告から処刑の癖まで、他にも様々なことが記録されていた。つまり教令員は俺の情報をアーカー社に入れていたのか。だがそんなことをして何の意味がある？俺の行動などアーカー社に入れておくほど重要なものじゃないはずだ。アーカー社は演算ができる。アーカー社の演算能力をもってすれば、入力されたデータをもとに君の行動を完全に予測できる。いつ出発し、どのルートでどこへ行くか、一目瞭然だろう。俺の行動が予測されていた。教令員はとっくの昔から君を警戒していたんだよ。まあ、君が教令員を辞職したところを見ると、奴らの判断もあながち間違いではなかったと言える。そうだったのですね。まっすぐに規則を貫く瀬野さんは、彼らにとってはかえって目の上のタンコブだったということですか。彼らには強固な意志も忠実な信仰心も無用なのでしょう。臨機応変にただ利益を追い求める、これこそがあれら学者の本当の顔なのです。瀬野さん、あまりお気になさらず、これは逆にあなたが信頼に値する仲間であることの証明になりました。俺のせいで奴らは事前に撤退準備ができた。そんなに自分を責めるなよ。こんなことが分かる奴なんていないって。いや、分かった。こうなれば奴らの向かった場所にも想像がつく。お、立ち直りが早いじゃないか。安全地帯は常に危険と危険の間に隠されているものだ。そうか、オイラも分かったぞ。あいつらがセノを避けたいんなら、一番安全な場所は。だな。奴らからすれば、俺の行動ルートとは逆の方向に逃げればいいだけだ。すぐに出よう。俺もまだ調査しなければならないことがある。みんな一緒に行こうぜ。あいつらを追うんだ。待って、俺も行く。い
イザーク、あなたも行くの？くれぐれも気をつけて。おじいちゃんを探し出すんだ。大丈夫、みんなに迷惑をかけないように頑張るから。皆さん、どうかイザークのことをよろしくお願いいたします。よし、じゃあ行こうぜ。もちろん食料も持っていくぞ。でもなんか一人足りないような。ん？今からどこに向かえばいいんだ？ああ、村を離れてからは砂漠を通り抜けて先へ進んでいた。あのさ、俺砂漠には詳しいんだ。お前はここの住民だもんな。よく遊びに来てたのか？うん、前におじいちゃんが砂漠で迷子になった時も俺が連れて帰ったんだ。ここに何かある。これは埋もれている。どうやら体力仕事をする必要がありそうだ。ずっとここまで走ってきたのも体力仕事だと思うんだけど。なあ、ごめん。それで掘り返すのか？結構深いところに埋まってるみたいだぞ。コロハ片は強霊院が開発した装置で、本来は頭につけるものだ。グラマパラは一人ではない。彼らを移送していた一行はここを通った。そして壊れた装置が辺りに散らばっている。分かれて捜索しよう。ここにはまだ何かあるはずだ。これか？なんだか不気味だな。これこそ神の缶詰知識の抽出に使う装置だ。装置が砂の中に。普通じゃないな。おそらく襲撃にあったんだろう。え？おじいちゃん、どうか無事で。心配するな、おじいちゃんはきっと無事だ。廃病院に残っていたラザックが脱水症状や栄養失調になっている様子はなかった。つまり奴らが撤退してからさほど時間が経っていない。まだ追いつけるはずだ。それからこの襲撃は砂嵐の前に起きたのだと思う。その証拠に装置が完全に砂に埋もれている。引き続き追うぞ。まだそう遠くへは行ってないはずだ。でも砂漠で走るのって結構疲れるよな。パイモンは空を飛んでるでしょ。それなのに疲れるの？うん、もちろん疲れるぞ。あっちの方から誰かが言い争ってる声が聞こえる。おお、耳がいいんだな。これ以上近づくな、気づかれる。リシアとエルマイト旅団か。面白い。何を話しているのか聞いておこう。もっと早くに教えてくれたら、私たちだって。お前は仲間だ。俺たちは決して欺きはしない。学者、私の方が詳しい。私に。わかってるさ、バディ。どうして？ディシアお姉ちゃん、ディシアお姉ちゃん。おいバカ、何やってるんだよ。ん？おじいちゃんを連れ戻してくれるって言ってたじゃないか。なのに、なんでこいつらとグルになってるんだよ。来るのが早かったな。ああ、面倒になってきたな。アール村を裏切ったのか。
これはこれは、かの有名なマハマトラさんじゃないか。ディシア、こいつらと組むより俺の仲間になった方がいいぜ。お前も見ただろう。俺にはメソッドがある。それに俺の理想はこいつらのよりはるかに崇高でシャイニングなもんだ。私がそんな言葉で打たれるような人間じゃないって知ってるだろ、ラフマン。どういうことなんだよ、ディシア。お前は一体どっちの味方なんだ。あんたバカか。まあいい、誰の味方だろうが、スカーレットキング様を呼び覚ます異形の妨げにはならんさ。遠い古の王者がこの地にお戻りになった時こそ、全てが再びスタートするんだからな。目を覚ませ。そんなことが起きないってのは私以上に知ってるはずだろ、ラフマン。これほど長く傭兵をやってきて、それでも統治者に肩入れしようってのか。俺は砂漠の民、スカーレットキング様の支持者だ。この両手を血に染めようが、のんきな暮らしをしようが、この信仰は俺のソウルの奥深くに刻まれてる。なあ、今からでも遅くない。あいつらを解放するんだ。あのグラマ、いや、驚愕者たちはスカーレットキングを復活させることはできないんだ。分かってないな、愛しきレディよ。信仰の追求は我々の生涯の望みだ。たとえ成功率が1万分の1しかないとしても、試さなくちゃならない。そのせいで教令員に目をつけられてもいいのか。これを理由に、あんたが今まで一生懸命築き上げてきたエルマイト旅団を潰されてもいいのかよ。いい、俺たちはずっとこの日を待ってたんだ。太陽も月も輝きを失い、大地は引き裂かれた。だが今、運命は教令員に対抗するジョーカーを俺の手に授けてくれた。あいつら学者がいれば形勢逆転さ。俺たちは防災駅の向こうに攻め入ることができる。甘すぎる。あんたらの勢力だけでスメール全土を掌握してる教令員に立ち向かえるわけがないだろ。私の話が信じられないなら、そこの二人に聞いてみな。あいつらも教令員と対立してるが、あんたのようにうぬぼれちゃいない。所詮ご主人様に付き従う犬ころだろう。どうして俺がマハールッカ・デバータの民どもとトークしなきゃならない。卑劣な裏切り者が。お前らの神がスカーレットキング様を裏切り、道義を売り渡した。砂漠の民が創新の民を信じることは二度とない。すごい敵意だな。会話が成り立たない。どうやらこの学者たちだけで教令員と交渉できるとでも。こいつらでは交渉材料にはならないよ。だが俺がしぶしぶ人質になってやれないこともない。教令員の捨て駒であるあいつらに対し、俺は教令員の現書記官。君たちにとっても大きな手札となるだろう。おいおい、マジかよ。おい、人質交換をしたいというのか。そうだ、まだ賢明な判断ができるなら俺の話を受け入れられると思うが。何考えてるんだよ。もしあいつらがお前を殺しちゃったらどうするんだ。うん、それも運というものだろう。それに俺もこの機会に彼が手にしている学者たちに接触し、真相を突き止められるかもしれない。そんな曖昧な自信で俺を説得できるとでも。これは説得じゃない。ただこのやり方で君たち反抗勢力に加わろうとしているだけだ。現書機関が何のために教令員を裏切る。砂漠で生きる者は何も全員がスカーレットキングを信仰しているわけじゃないだろう。ならば教令員も同じだ。知識を追い求めるからといって、なぜ必ず教令員に従わなければならない。
さも知った風な口を聞くな。教令院にいる者は全て、いや防災壁の向こうの人間は全てこうだ。俺は言ったはずだ。送信のためのスピーチを聞くつもりはない。待て、アルハイゼン、あんたは今の言葉に責任を持てるか？俺は価値のない保証などしない。じゃあこの選択が危険なことも知ってる。そうだな。そうだ。よし、ラフマン、私の話を聞いてくれ。実はこいつらは私の友達なんだ。送信の民は信用できなくとも、私のことは信じられるはずだろ。昔からの知り合いだ。お前のことはもちろん認めよう。私はこの右腕を担保にしても構わない。根性を見せろ、ラフマン。教令院と敵対する以上、覚悟も決まってるはずだ。もう何も怖くないんじゃなかったのか？狩猟の獅子の腕だと面白い。だがお前が約束を破ったらどうなる？弟子や、俺たち傭兵は皆頭がいいぞ。頭の悪い奴らは長生きできんからな。確かにその通りだ。だが今は違う。私にはやらなきゃいけないことがある。私は友達のためにグラマパラを救うと約束したんだ。ならば俺の言う通りにしろ。右腕を残し、お前の決心を見せるんだ。ダメだぞ。こんなの交渉じゃなくてただの意地悪じゃないか。構わない。命を救う方がよほど大事なことだ。この腕一本でたくさんの命が救えるなら、どう考えても割に合う取引だろ。ラフマン、要求に応えたからには、あんたも私を失望させるなよ。いいだろう。おい、こいつの右腕をカットして持ってこい。そこまでする必要はない。それはあんたたちの決めることじゃない。やれ。デシア、逃げろ。ストップだ。どうした？なぜ止める？狩猟の獅子も砂漠の民だ。お前の腕をカットすることは、俺自身の指を断ち切ることと同じ。同胞である我らが同士討ちをする必要はない。お前の決心はしかと見届けた。いいだろう。お前の友人を連れて明日の昼、砂漠まで会いに来い。やっぱり最後にはやめてくれたか。よかったぜ。ディシアお姉ちゃん、お前おかしいんじゃないのか。どいつもこいつも何考えてんだよ。もし本当に腕を切り落とされてたらどうするつもりだったんだ。ん？それなら左手で武器を握ればいいだろう。悪い、こんな状況だし一踏ん張りしないとって思ってな。次はそのような保証をしなくともいい。俺なら
あいつらを全員片付けられる。最悪の状況になってもお前が負けることはないだろう。あんたの言葉は信じるよ。だがセノ、これは私一人だけのことじゃない。あいつらは個人じゃなく、ある種の精神の代表なのさ。たとえ一人の過激派を片付けようが、他の同類が現れる。奴らを殺したって何の解決にもならないんだ。お前のしたいようにすればいい。あのね、裏切り者だなんて疑っちゃってごめんね、デシアお姉ちゃん。しかも大声であんなことまで言っちゃって。いいんだ。あんたのおじいちゃんを助けるって約束したからには、何としてでもやり遂げるさ。これほど過激な性格だとは。学術研究に向いているな。はあ？本気で言ってんのか？エルマイト旅団の奴らも俺を狂人だと言ったことがある。もしかすると狂人こそ学術において成功を収められるのかもしれない。なんだか私を褒めてるように見せかけて、ただ自慢してるだけのような。ま、突っ立ってないで村に戻ろうぜ。明日の昼はまたでかい騒ぎが私たちを待ってる。